エルゴラ TV をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。カズエンドです。真中です。今週もやってまいりましたね。来ました。暑いですから。暑いです。僕、行くところ、先々で、カズエンドさんなんか黒くないですか？すごい言われるようになりました。褒め言葉ですよ。ほんと何回か言ってますけど。そうですね。サッカー界における褒め言葉、黒いですね。いやー、なんか、自分で鏡を見たりですね、自分のことが見えなかったです。どこだ俺に。わかりました。僕も記者時代そうでした。本当ですか。どこにいんだ俺。ちょっと今週もね、盛り上がって、参りましょう。お願いします。まずは、お品書き。はい。はい。まずはね、セカンドステージ、第4節を迎える週末の J リーグを紹介したいと思います。なんかね、激震が走って。いろいろありますね。僕もちょっとお腹が痛くて大丈夫なんかっていう状態でいますけど。なんてこった。はい。やっぱ本当にいろんなチームでこう変化が起こってます。はい。で、なんと、今さっき代表の発表もあったんですよね。そうですね。うん、はい。23に東アジア選手権、東アジアカップへの、臨む23に、はい、全員国内組。おお、そうですよね。発表がありましたので、それもちょっと紹介できたらと思います。はい、で、ちょっと週末の風炎とか、時間が残す限り。はい。僕はね、今週はね、ちょっと川崎フロンターレの方にお邪魔したんで、ちょっとそこら辺のね、小ネタをね、ちょっと、いいじゃないですか。入れていきたいなと思います。はい。ちょっとじゃあこんな感じで、今週はやってまいりましょう。よろしくお願いします。お願いします。まずはじゃあ早速いきましょう。はい。週末の J リーグ。はい。週末は、共通と関西で、僕は業種が違います。違うんですね。僕がこの持ってる方、これ持ってる方が関東です。はい。激震です。激震です。アントラーズ監督が交代になりました。はい、なかなかね、こう、シーズン途中で監督が変わるクラブじゃないですから、そうですね、はい、でも、ね、この決断は、うん、まあ、正しかったかどうかはまた別として、やっぱり鹿島は優勝を狙っていたんだなっていうのをすごい感じる、確かに、あの決断だったなと思います。勝ち点がかなり離れてしまった段階で、この決断があったということですよね。うん、あとはやっぱり前節が大きかったのかなと思います、松本相手に 2-0 でしたっけ、はい、アウェーですけど。この試合が全てだったのかなとは思います、うん、あとやっぱりね、選手も結構コロコロ変わってる感じもありましたし、しっかりと決められなかったのかなとは思いますけどね、うん、はい、これで、うん、この後ちょっと田中しげる記者聞けるんですか、繋いでみたいな、もう今週本当密着取材されてるってことは、分かってますので、ゲルさん、はい、僕ゲルさんと呼ばせてもらいますけど、はい、もう本当フレッシュな情報を少し入れていただこうかな。今回も表紙、これ珍しくないですか、監督が表紙っていうのも、しかもいなくなった監督、確かにですから、で最初ちょっと重めの原稿を田中しげるさんに読むよ、ちゃんとぜひ皆さんも、はい、多分ね、そうですね、いろいろと分かると思いますので、僕エルゴラストが届く日は必ず朝起きてポストに取りに行って、僕マンションなんですけど、マンションの下のポスト取りに行ってトイレに入って読むっていうのが日課になってますから、うん、はい、これちょっと読みますよ、もうここページめくらずに読みますよ、涙ちょちょじれる可能性もありますから、そんな感じの文章なんですか、いやいやいや、それはお楽しみ、なるほど、ね、でなんか関西版が、はい、阪神ダービーです、うん、神戸対ガンバ、ノイビアスタジアム神戸で行われる試合のプレーですね、うん、なんか宇佐美選手もちょっと最近ね、プレー面なんかどうか分からないですけど、うん、途中で変えられたりとかもあったじゃないですか、うん、で神戸の方も戦力が充実して、ここからというような状況です、うん、この阪神ダービーも盛り上がるんじゃないかなと思いますね、お互い両クラブとも正念場っていう感じですよね、うんうん、まあライバルチームに対してどういう戦いを見せられるのか、うん、注目ポイントかなと思いますね、いやー、僕ちょっとでも気になってもうこの文章読みたい、ダメですよ、ダメね、あとで聞いてください、シエさんにそして、はい、エルワソ的な注目カードはこちらも注目ですね、フロンターレ対エスパです、はい、まあもうこの方でしょう、ケセ君ね、はい、先週末が、うん、登録が間に合わなかった、間に合わなかったと、ね、水曜日間に合わなかったので、これで何の因果か、フルス相手がデビュー戦と、これもすごいないうことになりました、でも前線はね、決して、まあ、順位とはね、もう関係なく、うん、もう本当に J1 トップクラスの大前歌ったチョンテセと、うん、こう並ぶと思いますから、まあ、両チームとも攻撃陣が注目かなと思いますね、レナス選手が移籍して田坂選手が入るっていうのをフロンターレと、うんうん、
まあ、ともに両チーム、前線が注目だと思います。ちょっとこれ楽しみだな。あれちょっと珍しくないですか、こんな顔じゃん。え、これ正式なやつ？あ、そうそうそう、それです。こんなの新聞でありますか。すごいな。まあ、エルガスですから、まあ、これでも、はい、テセっていう意味ですね。そういうことでございます。あー、なるほど。いやちょっとね、あの遊び心も入れさせて、はい、いいなこういうの。はい、なるほど。でもなんかチョンテス選手がこのね、エスパルスのユニフォームってなんかやっぱりイメージないから、うん、オレンジですね。ブーイングになるのかな。どうなんでしょうね、うん、結構そういうのって楽しみだったりするじゃないですか、うんうんうん、この前僕がね、浦和対新潟を見に行った時は、はい、田中達也選手の時は拍手でした。あれだけのセレモニーやった選手ですからね。拍手でした、うん、だからちょっとそういうのもなんかちょっと気になりますよね。そうですね、どういう風に轟のサポーターに迎え入れられるのか、うん、これやっぱりスタジアム見に行かないと味わえないですからね、そうね。そうです、そうです、本当この顔文字テセに似てるな。ですよね。このオーダーも出るのか。背番号何番ですか。9番。9番空いてたんですか。長澤選手が来てたんですよ、はい、ガンバに移籍しましたので。あ、そういう意味で空いてるんですね、はい、ちょうど空いたところ。いやでもちょっと楽しみですね。両チームともやっぱり攻撃的っていうサッカーなんでね、エスバルスもやっぱり負けれないですしね、川崎もやっぱり優勝目指してるクラブですからね。はい、うそうですね。あの、この戦いも注目です。ちなみに今週の J1 は土曜日です。土曜日、はい、なるほど。で、この放送は金曜日にあると思うんですけども、うん、まあ、ね、ぜひまだトト買わないと。買います。そうです。買ってます。ほんと最近買ってないんですよね。エルバースがしっかり、毎回、うん、狙いと5億円ということでね、うん、今回もトト予想。わかりました。僕もね、僕楽天銀行ですぐ買えるんで、うん、買います。これね、ま、僕何回か前の GO で、はい、お話ししましたけど、ここを見てると他の紙面も読みたくなるんですよ。あ、じゃあぜひこっちを読んでいただいて、うん、で、もっと深いところということで他のね、ページを見ていただくのがいいかもしれないですね。やっぱね、何買うかな。僕は一発当てたいですね。一発当てたい。はい、一発当てたいです。うん、まあ、その辺も含めてこちらぜひね、投票率とかもしっかり詳しく入ってますから、うん、参考にしていただければと思いますね。ちょっとセカンドステージに入って、うん、ちょっとまた詳しくなってますので、うん、なんか変わったんですか。はい、入ってますので。ちょっと紙面の量が増えた。いや、ちょっとレイアウトが変わりました。注目試合とか、はい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 、そういうのをこう取り上げさせていただいてます。もちろん川崎、清水、なんか色変わってません？そうそうそう、この辺も注目ということで、やってますね。はい、川崎、清水、これ見に行きたいな。トドロキ陸上競技場、はい、僕ね、トドロキが変わってからまだ見に行けてない。あ、そうなんですね。うん、ぜひぜひ。ちなみにスコアは？これは3対2で、どうですか。なるほど。まあ、どちらもね、はい、代表、あ、そうですね、川崎に関しては代表に入った選手もいますし、うん、まあ、楽しみだなと思いますね。僕は、大胆な予想しちゃっていいですか。はい、3-0 川崎。お、なるほど。大久保優勝ハットトリック。お、これちょっと行き過ぎ。あれじゃないですか、思いが入ってるんじゃないですか。思いも入ってるけど、僕ね、練習からずっと見たんですよ。はい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 。どうでした？昨日か。昨日僕練習行ってるんですよ、水曜日です。シュートシーン全部決めてました。めっちゃ調子いいですよ。すごいですね。左の方にゴールがあって、はい、右でドリブルしてて、ちゃんとディフェンスもついてるんだけど、左隅に決めるんですよ。腰の振りとか、相当調子いいです。切れてる。で、健吾さんにも話聞いたんですけど、はい、今シーズンよしとここからまた行くよっていう夏、大久保さんの季節ってことですかね。やっぱ週末河川とかの話ちょっとしちゃったな。まあちょっと撮ってくださいね、はい、はい、まあ、そういう感じで、まあ、J2 ももちろんね、週仲間にあって J2 も週末もあります、はい、岩田対セレッソっていう注目試合もあります、うん、ちょっと待って、鹿島どこどこ。鹿島は SC 東京、うん、うわー結構難しいかも。結構でも SC 東京はお得意様の。あ、本当ですか。僕なんか SC 東京ってまあ、もう何年も前なんですけど東京ガスっていうイメージが強いんですよ、はい、僕の中で、はいはい、で鹿島って割と東京ガスに相性悪かったりしたんですよ、うん、以前。
だからね、FC 東京って聞かれるとちょっとなんか苦手な思いが、ね、出てくるんですよ。そうなんですね。はい、まあ、僕が担当、FC 東京の担当だった時には鹿島全然勝てなかったです。あ、本当ですか。はい、もうずっと鹿島スタジアムで勝てないっていうのがジンクスとしてあって、うん、まあでも今週末に行われる試合はいろいろね、やっぱりセレゾ監督解任っていう話もありましたし、うん、ちょっと別な試合になるんじゃないですかね。そうですね、もう新しい戦力がまたね、うん、どうなってるのかっていうのもありますし、注目の試合は多い。予想スタメン見たい、見れたりします？鹿島、鹿島、あ、それ見ながらしげさん聞いてみますか。あ、そうか、しげさん話聞けるんですね。そうそうそう、ちょっとじゃあ繋いで。もちろんです。元山選手スタメンですか。いやちょっと早いんじゃないですかそれ。ちょっと待ってください。ぜひね、あのその辺もしげさんに聞いていただければと思いますね。はい、すぐ出るか。はい、田中です。はい、やい、さすがしげさん、こんにちは、カゼンドです。こんばんは。こんばんはです。いや僕ちょっとしげるさんの元気をもらいたかったんですけど、僕の方が元気っぽいっすね。たくさん原稿書かれたから。いやいやいや、今週は相当しげさんの密着取材で大変だったと思います。そうですね、ちょっとここを外すわけにはいかなかったんで。鹿島に何が起きたんですか、教えてください。え、監督が解任。なぜですか。なぜですか。いや、もうちょっと限界だったと思います。それはしげるさんから見てもそう感じましたか。そうですね、ちょっとこれ以上続けていったらどこまで行っちゃうか分かんないような症状が出てたんで、しょうがなかったと思います。なるほど。さっきカゼンドさんも言われてたんですけども、こう優勝が見えなくなったからという理由も一つあるのはあるんですか。いや、優勝するために変えた。なるほど、うんうんうん、諦めてないですよ、うん、なるほどっていうことだと思います。なんか後任のね、コーチだった石井さんがその監督に上がるということなんですけど、はい、鹿島っぽくないじゃないですか、ここで外国人じゃなくて日本人っていう。いや、でもね、はい、見てると一番、まあ適任だったかなと思います。ちょっとやっぱり、なんていうのかな、うん、トニーニョ・セレゾがやろうとしていたサッカーが鹿島っぽくないって言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですけど、はいはい、今までやってきた路線とちょっとやっぱり違って、こう、うん、パワーとスピードがやっぱり強調されるようなサッカーだったんで、うんうんうん、そっから少しまた元にこう針を戻すじゃないですけど、うん、あの球際で戦ってまあ勝負強く勝つと、うん、いう鹿島のスタイルに多分戻っていくんじゃないのかなと思います。なんか選手の反応というのはどういう感じでしたか、はい、そのセレゾ解任っていうのを受けて。いや、まあやっぱびっくりしてましたね。強烈なインパクトだったって言ってた選手もいるし、うん、まあ驚いてね、他のクラブならいざ知らず、やっぱ鹿島っていうクラブだと、うん、そうそうないことなので、途中で変わったのはなかなかないんじゃないですか。そうですね、変わったのは今回3度目で、解任は2回目かな、うん、そうか、そんなもんなんで、はい、本当久々の日本人監督になりましたね。もう本当に宮本さん、ね、うん、以来、宮本さん以来、関飯塚さんが代行監督をやったことだけど、正式な監督としては、日本人監督としてはさ、あの一番最初の初代の宮本さん以来2人目ということですね。結構やっぱりね、僕今予想スタメン見てますけども、はい、選手のあれも変わりそうな感じですか。そうですね、はい、昨日今日と、変えてますね。まあ、曽我畑選手がね、ゴールキーパー戻ったりとか、あと本山選手っていうのがね、やっぱりびっくりしたポイントです。79年組ですか。本山選手が、うん、いつだっけな、2013年5月18日以来、うん、リーグ戦先発するとなると、2年ぶり、2年以上
これは久々になります。アントラーズサポーターとしては本当に見逃せないで、ま、ねえ、そうですね、どこまでできるか分かんないけど、まあ彼が持っているねスタイルというか特徴は誰もが知ってると思うので、うん、それが活かせるかどうか、活かせたら最高ですね、うん、気持ちのいい試合になるんじゃないですか。いやでもまあね、本当に優勝を目指すっていうためにはもう落とせないですからね。うん、そうですね、うん、もう一回も落とせないかもしれないですね、うん、こういう状況になっちゃうと。相手がまた SE 東京っていうのはね、うん、まあ鹿島らしさを出して勝つインパクトの強さでいったら、まああるチームじゃないかな。そうですね、そうですね、うん、向こうがどういう出方をしてくるかちょっとわかんないですけど、うん、楽しみな試合ですね。これあれですか、フロントっていうのはもう結構前からやっぱり解任のことは考えていたんですかね。雰囲気的にどんな感じですか。まあある程度やっぱり、このままじゃまずいなとは思ってたみたいですね。でファーストステージ終わった時点で一旦いろいろ考えたんだと思います。でもやっぱり変えるっていうのはやっぱり勇気いることだし、その決断ができたフロントっていうのは僕はねちょっとある意味で評価したいなとは思いますけどね。ズルズル行くのをなんか抑えるじゃないですけど、ここでズバッと言ったことはまあいろんな意味で良かったんじゃないかと思います。選手もやっぱり甘えてる部分あったし。あ、そうですよね。いやーこれはでもちょっと楽しみだな、何が何でも見よう。そうです ね、うん、あとあの代表に入りました柴崎選手、コンディションは大丈夫ですか。試合は特に問題なくなれると思います。よかった、うん、ただちょっとねやっぱなんか試合感というか、練習見ててもパスが乱れる部分がすごく目についたんで珍しいんですけど、ちょっとなんだろうな、サイドバック上がったところに出すパスとかが全然違うとこ行っちゃったりとか、その辺まあなんかあと明日の練習とかでアジャストしてくれば、本来の柴崎枠が見られるとは思うんですけどね。まあ、ちょっと鹿島ファンとしてはね、まずは失点ゼロで抑えるような試合をしながら、うん、攻めてもらいたいな。ちょっと失点もありますからね、まあ、ファーストステージも含めですけど、まあ、だいぶいろんな部分を見つめ直してるみたいだから、その辺も大丈夫じゃないかな、どうすかね、どうだろう、こればっかりは相手がいてになるんで、まあ、わかんないですけど、僕、最後に聞きたいんですけど、はい、あのダビ選手はいつ頃先発復帰とかしそうな感じですか。なんかやっぱりね、鹿島の選手が、あ、ごめんなさい、あ、どうぞ。鹿島の選手が得点ランキングに上がってこないっていうのはよくある話で、そういうやっぱ得点ランキングでやっぱ上位に来てくれるような人がやっぱ欲しいなと思ってしまうんですよ。そうですよね、うん、なんかダビ選手とかね戻ってきて点取ってもらいたいなっていう気持ちは結構あるんでね、活かせなかった感じはしてたんですけど、はい、セレゾンを行った時、今日を見てる限りだと、なんていうのかな、出た選手に合わせたサッカーをやってるんで、ダビも今日の練習で点取ってましたし、ヘディング、上田のマーク外してヘディングでゴール決めたりしてたんで、まあなんかなんていうのかな、こう今だとトップ3人いますけど。その3人が出たら出たなり そのやり方特徴を出すようなサッカーを多分できると思います、うん、いやーご注目の試合ですね。はい、もうちょっともうお腹いっぱいになりました。それなんかたくさんの情報ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。いやーさ
すがっすね。さすがっす。ちょっとやっぱ生の情報を聞きましたし、はい、それはね、さらに細かいことがこちらの締めにも載ってるので、これ結構ね、僕読むとこ多いですよ。FC 東京もね、新加入選手もいますしね、はいはい、面白い試合になる。代表選手も多い。僕はあれなんですよ、あの7月に入って1日予定ないっていうのが初めてなんですよ、25日という。おでも確実に見れるんで、25日初めての予定が入りましたよ。なっ、始まった FC 東京18時半、絶対見る、うん、はい、ぜひ皆さんも注目してください、はい、よろしくお願いします。なんかちょっと話も変えますけど、代表選手も。そうなんです、今回、ついさっきですね、うん、東アジアカップに臨む日本代表23名が発表されました。教えてください。全員国内組、キーパーからいきますと、東口、西川、権田、この3人はもう変わらずですね。ディフェンスが水本、丹羽、牧野、森重、太田康介、米倉、藤原、遠藤航。で、いくら入ったんだ。中盤、柏木、武藤勇樹、山口蛍、米本、谷口翔吾、柴崎岳、うん、でフォワードが興梠、倉田修、永井健介、川又健吾、宇佐美貴史、浅野拓磨、この23人です。いや結構面白いんじゃないですか。はい、J リーグで今調子を上げている、うん、アピールしている選手がかなり入りました。なんか分かりやすいですね、ハリル・ホジッチ監督が選ぶ選手たちっていうのは。うん、そうですね。で、一番年齢がいってるので興梠選手や水本選手の世代なのかな。遠藤航選手が入ったのもね、嬉しいですね。そうですね、あのオリンピック世代からは、リオ五輪世代から遠藤航選手、それから浅野拓磨選手の2人が入りました。うん、浅野選手もね、クラブでね、しっかりと活躍をして、はい、あとまあ、ハリー・ホジッチ監督も、うん、もう例えば太田康介が選ばれ、怪我でやっぱり無理だったら車屋を選んでたとか、結構赤裸々にですね、興梠はなんであんなに怪我が多いんだとか、会見で結構ガンガン喋った感じでしたね。なんかそういう風にね、言われた選手はやっぱりそういうのが自分のね、いけないところだなと感じるでしょうし、いい意味ではあるんじゃないですかね。そうですね、まあ、指摘していくことも、まあ、実際興梠選手のヒアリングするんだなんてこと言ってましたけども、で島若い選手も入りました。うん、初選手というと米倉、遠藤航、武藤勇樹、うん、倉田修、うん、浅野拓磨、ね。まあ、僕がね、注目したいのは、まあ、2名いて、はい、まあ、1人は柏木選手、うんうんうん、ずっとね、やっぱり代表、まあ、選ばれたことありましたけど、はい、ずっとね、やっぱり長い間、代表から離れていたじゃないですか、はい、ね、うんうん、そういう意味ではね、やっぱり入ってくれたの嬉しいですし、どういう活躍をするのかっていうところはね、やっぱり見てみたいなとは思います。今回はそのボランチの選手としての選出だと思うんですよね、うん、前まではこうトップ下とか、はい、前目のポジションでってことだったと思うんですけど、今年レッズでボランチをずっとやってますから、うん、そこが評価されての選出だと、まあ、あと柴崎選手と比べたやっぱりプレースタイルもちょっと異なる部分があるので、そうですね、そういうところでやっぱりどういうふうに、ね、見せるかっていうのもポイントになりますし、うん、ちょっと楽しみな選手でありますよね、まあ、あともう一人は武藤選手、武藤勇樹選手、はい、やっぱ海外に行っちゃった武藤じゃない武藤もまたいるんだよっていうのを見せてもらいたいですし、そうですね、やっぱりねレッズでのパフォーマンスが良すぎるんで、うんうん、そのままねやっぱり北朝鮮だったり韓国だったり中国に見せてもらいたいとは思います。僕は右サイドバックが注目かなと。米倉選手ですか。はい、うん、今回右サイドバックできる選手はいますけど、本職という意味では、まあ、米倉選手ぐらいなのかなと、うん、まあ、遠藤航選手もできるとは思いますけども、やっぱりね攻撃力の自慢の選手、もともとボランチですけどもアタッカーとして、で、一昨年からサイドバックでジェフで輝いて自頑張りに移籍したという選手ですけども、本当に得点力のある選手ですから、うん、まあ、右からのこの新たなですね風吹かしてもらいたいなと。まあ顔立ちもねかっこいいイケメンですし、はい、うん、選手8月2日に試合がありますからね。そうですね、あの8月頭に、中国で、大会があります。これってその前にもう合宿とかあるんですか。そうですね、うん、はい、行きます。ただですね、はい、個人的には、うん、
大谷選手入ってくるの欲しかったなと思うんですよね。なんかもう J リーグで地味にずっといい活躍をしてた選手ってやっぱ、ね、各クラブにいると思うんですよね。今仙台に関してもそうですし、まあ、菅井選手とか何でしょう、あと、まあ、突然言ったら林晃人選手今怪我しちゃってますけど、そういう、なんだろう、地味にずっと頑張ってる選手って言いますかね、そういう選手をもう、うん、選んでも欲しかったなとは思いますが、まあでもこればっかしは難しいですよね。監督の意向っていうのもありますし、うん、ここで優勝するために選んだメンバーではないと思うんですけど、はい、やっぱりワールドカップに出るっていうところを今最善の目標として考えているんで、うん、そうですね、あ、そっか、うん、まあ、そういう意味で考えるとって感じはあるかな。確かに若い選手が多いですね、うん、30代の選手ほとんどいないのかな。水本選手がやっぱり、あとは怪我が、さっき言った興梠選手、興梠選手、うん、怪我が多いっていうのはやっぱり計算できなくなっちゃいますからね、選手として、うんうん、そういうところもやっぱりあるのかなとは思います。興梠、はい、選手楽しみですね。そうですね、久しぶりですよね。いや久しぶりですね、うん、違いを見せつけてくれるんじゃないかなと思いますけど、そうですね、はい、うまいっすもん、とんでもなく。でもやっぱ大久保選手選んでほしかったな。そうですか、うん、はい、そういう、まあそんな感じですか。そういう意味では、うん、週末カズエンドのコーナーですか。いっちゃいますか、時間ももういい感じになってきたんでね。僕には今週は、まあ、先ほども言ったんですけどフロンターレの方に行ってきて、まあ、大久保選手に結構話聞く機会があったんですけど、やっぱね代表は入りたいって言ってました、うん、とにかく代表に入りたくて、まあ今は自分33っていう年だけども、はい、33になったのかな、うん、代表にはずっともこだわってやっていきたいって言ってました、ね、でいつまで現役やってたいんですかって聞いたら、はい、ひとまず40まで絶対、どういう環境になっても頑張ってやるって言ってましたね。これ、うん、オンリーワンの情報、オンリーワンの情報だと思いますよ、うん、もうその先は本当わからないです、うん、あともう一個情報を出すと、まあ、いろんな目標がある中で、まあ、フロンターレ優勝っていう目標もあるんですけど、はい、もう一つね、まあ、プライベートの目標で4人目のお子さんが欲しいって言ってました。で、なんか3人お子さんがいらっしゃるみたいなんですけど、はいはい、全員男の子なんですよ。女の子、女の子が欲しいってもう熱弁してましたね。なるほどですね、まあ、僕らはね男の子なんでね、そうです、はい、っていう情報をねゲットしてまいりました。すごい、はい、とってもいいじゃないですか、カズエンドさん。本当ですか、はい、書いた方がいいのかな、これ。ぜひカズエンド通信で、通信、そうだから今回ねカズエンド通信はちょっとフロンターレネタでいこうかなとは思っています。得点ランキングもね、はい、2年連続でトップっていうことで3年連続目指して、うん、目指してるみたいですし、やっぱね点取るストライカーがいるクラブはすごいですよ。そうですね、間違いないと思いますね、うん、で練習からもちょっとスーパーでしたね、うん、もう僕みたいにねやっぱり30過ぎて、まあ、半ばに入ろうとしている人間はですね腰が回らないんですよ。おう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 。でもやっぱり腰がねグイーンってもさっきあるんですよ。こっちから、ね、こっち左から寄せられても、ボールが向こうにあっても、はいはい、やっぱり左隅にボンって決められるんですよ、ディフェンスがいても、うん、振りが速い、腰も回ってるからディフェンスに当たることなく、ファーシのファーに決められるってことですね。やっぱりスピードがね、僕はやっぱりその例えば 100m 走とか 20m 走とかっていうのはやっぱりだんだん落ちていくと思うんですよ。ただシュートがディフェンスにやっぱり当たらない、カットされないっていうのはやっぱり本当のスピードは落ちてないんですよ、うん、これねやっぱり、まあ、僕とかサッカーやっても例えばなんて言えばいいんだろうな、まあ、社会人のサッカーとかやって今まではシュートちゃんと打ててたのが徐々にですけど、シュートがやっぱりカットされるようになるんですよ。振りが遅くなったりとか、まあ、野球とかでもあると思うんですよ、はいはい、今まで当たってたのが空振りになったみたいな感じでシュートがやっぱりディフェンスにカットされるようになるんですけど、一回もカットされなかったですからね。すげえ、すげえな、うん、だからやっぱり多分すごい調子いいんだと思いますよ、うんうん、今得点ランキングもね3位でね、はい、11点だったかな、うんうん、ね、その辺も注目して、週末が清水戦ですね、はい、ちょっと皆さん注目してもらいたいなと思います。今週はこんな感じですか。いいと思います、はい、ということでね、皆さんやっぱりサッカー好きだっていう方はやっぱちょっと注目してもらいたい週末になっておりますんで、ええ、
ぜひ。そうですね、はい、はい、注目してみてください。僕は鹿島の試合をちょっとしっかりと集中して息子と一緒に見たいと思います、はい、注目ですね、はい、じゃあ今週はこんな感じでお伺いしたいと思います、はい、熱い J リーグ見てください皆さんも。また来週。